ミシテ家族のケスケミトルケスケミトルとは、メキシコ先住民の女性用の抜き頭頃もの一種。ケシケミトル、ケチケミトルとも呼ばれる。先コロンブス期から存在した簡単な街灯で、ポンチョとニルが丈が短く、肩から胸を覆う。先コロンブス期には、女神と貴族の女性のみが着用するものだったが、スペイン人による制服の後に規制が緩み、 先住民の女性によって広く着用されるようになった。神さ、ファルダの上に着付ける。昔は上半身は素肌に、ケスケミトルだけをつけて外出することもあった。長方形の布を2枚縫い合わせて仕立てたものが多い。ポンチョが体の前後に大変が来るように身につけるのに対して、体の前後に体格が来るように身につけることが多い。 ケスケミトルの使用は主に中央メキシコの先住民に、多く、ナヤリット州、ハリスコ州、ケレタロ州、メキシコ州、イダルゴ州、プエブラ州、ベラクルス州などに居住する、ワシテカ族、ナワ族、テッペワ族、オトミ族、マサワ族、パメ族、ウィチョール族の女性の衣装に見られる。また、ミチョアカン州ウルアパン付近や、モレロス州、ゲレーロ州、オアハカ州の一部でも見られる。 部族によってデザインの違いは大きい。ウィチョール族はメキシコ中部の山中に住む部族で他の部族に比べて衣装は簡素で種類も少ない。彼らのケスケミトルは最も古い形式を忠実に継承していると考えられている。縦67センチ、横134センチのマンタの平織り一枚布の中心に36センチの切れ目を縦に入れてパイピングを施している。 長い肩の辺を二つ折りにして、中心をやはり36センチ残して縫い合わせる。赤と黒を基調に、色とりどりの柄を、クロスステッチで施している。やや薄手の木綿の神さは白地に、襟脇が18センチ程度の浅いラウンドネックで、裾回り70センチ肩までの高さは52センチほどと、ゆったりとしていて、後部には12センチほどのスリットが入っている。袖は、 長さ29センチほどの肩脇と袖口にギャザーを寄せた控えめなパフスリーブで6センチほどのカフスをつける。裾周り、カフス、肩、胸に刺繍がある。ファルダは神里とともぎれで胴回りが84センチほど裾周りは230センチの裾に刺繍を施したシンプルなもので腰の布紐で締め、その上から白の厚地木面に毛糸刺繍の入った。 シンタを締めて固定する。オトミ族の衣装は地域によって様々に異なっており、メキシコ州のオトミ族のケスケミトルは複雑な縫製でできている。ケスケミトルは縦7センチ横センチの長方形のやや丸みをつけた布2枚を縫い合わせたものである。上部18センチは畝のある白い厚手の木綿で毛糸でクロスステッチが施されている。下部は四甲色の毛織りになっており、 肩に収まりやすいように肩先に当たる部分にカーブをつけておられている。薄手の白木綿の神さは、襟空き17センチのやや深いスクエアネックで、長さ19センチほどのフレンチスリーブが付く。エンデドは、目の詰まった幅100センチメートル長さ340センチメートルの白キャラコの一枚布で、胴回り15センチと裾回り19センチに根地に、青の格子の布が付けられている。 巻き方は、後腰から右に巻き始め、前に荒いプリーツを畳み、ウエストは、平折りの毛織物の帯で押さえる。ありがとうございます。